まあ、受注生の、まあ、入門のワークショップを4月にやって、まあ、そこで興味を持ってくださったのが今日お二人来てくださっているので、あの時はもう本当にとにかく10個全部解説しながらやって、とりあえず体験してみましょうっていう感じで、こうなんか巻き込み型でやったんですけど、今日はまあ1個ずつをちゃんとお一人お一人の声を聞きながらで、フィードバックをしながら、まあ出しにくいものは出せるように、まあ、できれば知ってみたいし、で出せるものもよりこう面白くしたいというふうに思っていますので、丁寧に一つずつ見ながらやっていこうと思います。で、この録画版から初めて受注発生に触れる人がいるかもしれないので、大雑把にちょっと受注発生の解説だけ最初にしておこうと思います。前回の入門ワークショップに出た方のその録画版を見た方はまあ復習という感じになりますけど、まあ、受注発生というのはここに書き出しているこの10個の発生の音ですね。で、その名の通り10個の異なる音色の発生をするというものなんですけど、まあ、メソッドというよりかは僕はまあプログラムというふうな呼び方をしていますが、まあ、あれは何て言うんでしょうね、遊びに近い要素もあるかもしれない。もうこういうとりあえずこんな声出るかもよっていう感じでいろいろ試してみようということですね。先ほどウィリオンさんの話にもあったんですけど、まあ、その人間の中にある多層性、1個の声しか出ないわけではなくて、人間のこの体の楽器の構造上をすごくたくさんの音色を出すことができるはずだということを、まあ、私特殊発声を始めるようになってから身をもって知るようになって、でそれらのその出せる声が自分の表現領域において必ずしも必要な声じゃなかったとしても出せるようになっていた方が明らかに声の健康にとっていいなということを実感しまして、私の場合は特にこのカルブラーという発声法ですね。このまあ火星体を用いたこのカルブラーという発声法を最初にウィリアム作家に習ったときに、その時はもうすごく丁寧に教えていただいたおかげで一発で出たんですよね。あーって一発で出たんですけど、でそれが出て、あ、楽しいなと思って何回かそれをこう自分一人の時に繰り返しやってたんですけど、それまで普段私は合唱とか、まあ、あるいは合唱指導で歌っている時によく声を、ね、枯らしてたんですよね。3時間ぐらい歌うともうその日の夜は全く声がね、ガサガサ、なんか声帯が合わなくてなんかすごい疲れた感じ、飲みすぎた次の日の朝みたいな感じになってることが結構多くて、まあ、自分の声の使い方が悪いんだろうなと思ってたんですけど、カルブラを覚えるようになってからその声が枯れるっていうことは極端に減ってきてですね、音色だけ見ればすごく喉を痛めそうに聞こえる声、なんだか喉に悪そうだなって聞こえる音なのに、なぜかこの声を出せるようになってから声を健康になっていったっていうことがありました。で、その因果関係があるんじゃないかというふうに僕はまあちょっと感じて、でその特殊な声をたくさんこういろいろ出してみた結果、まあ、その自分の声の健康度を保つという意味でかなり効果があるなというふうに実感したんですね。で最初のうちは自分でただ遊んでやっているだけ、自分のメンテナンスとしてやっているだけだったんですけど、まあ、ボイストレーニングを行うようになってから、私の生徒さんには全部この10種をやってもらうようにして、で、まあ、そのレッスンを通じて10種をさらに磨いてきたという側面があります。なんでカルグラをやるようになって喉の枯れが少なくなったかはある程度自分では説明はできるんですけど、それはね、私だったから聞いた話ですね。僕の普段の発声の癖からするとカルグラは効果的だったということで、万人にとってそうだというわけではないんです。でも例えばじゃあ袋をやったら効きましたっていう人もいるんですよね。声の出がすごく良くなりました、息漏れやるようになったらなんか声がなんかガサガサする音が逆になくなりましたみたいなことがあるので、どれが誰に聞くかっていうのは本当にやってみないとわからないという面白さもあります。楽器の形状が個人個人によって違うので、そのこれらの声を出すためのアプローチもみんな違うし、これらの声を使ってどういうメンテナンスをするかも人によって違うっていうのが受注発声の面白いところだと思います。
で、まあ、ここに集めてるのは、まあ、これをやるとこの順番でやるともうウォーミングアップ的にもいいんじゃないかなっていうものを集めて10種にしています。昔は4つか5つぐらいしかなかったんですけど、うんうんうん、まあコロナ禍の最初ぐらいですかね、7つまで増えて、で7種ってなんかちょっと中途半端だなと思って、で、まあ、僕が出せるようになった声をそこから足していって10個にしたという感じですね。で、まあ人間なら誰でも、健常な人間なら誰でも、その健常なっていうのは例えば喉にポリープとかのこうなんか障害があるとか、なんか異物感があるとか、そういう障害を持ってる人じゃない、あるいは、まあ、肺が健康だとか、そういった何らかの病理的なものを持ってなくて、まあ、普通に声が出せるぐらいの健康度がある人だったら誰でも出せますが、最初から全部出るっていう人はごく稀だと思います。まあ、どれかいくつかね、2、3個できないものがあって、でそのできないものの中に普段自分が気づいていない自分の声の、まあ、未知の領域、あるいはまだ開発されていない可能性、あるいは自分自身が声を出す上でちょっと弱点としている部分が、それらのできない発声の中にある可能性があるので、まあ、そこをこう見つめていくことで声を整えていこうということですね。